川端です。よろしくお願いします。今回はですね、桐光学園高校の問題です。二次方程式を解きなさいっていうことで、ね、ここが小数になってる。ね、この辺をね、どう処理するかっていうのがね、この問題のポイントになってるところです。まず、0.3。これをね、整数にするためには、10倍すればいいですよね。ここは10倍しようというふうに考えます。それで、x-0.5。この0.5も整数にしたいっていうふうに考えるので、これはですね、もちろん10倍しても整数なんですけど、かける数はなるべく小さい方がいいですよね。小さい方が数小さくなって計算しやすいですから。なので、ここの 0.5 だったら2倍すればいいので、こっち10倍してこっち2倍します。ということはですね、左側は10倍して2倍するってことは、20倍するっていうことですね。なので、この右辺も20倍してあげます。そうすると、式の形がね、このように変わります。10倍すると 0.2x を10倍して 2x 0.3 を10倍して3また、 x-0.5 ですが、これを2倍して 2x-1 ですね。で、続いてこれ20倍ですが、まずは10倍すると 10.5、 これ20倍もね、まあ 10×2 って考えましょう。そうすると10倍したら 10.5 で、 10.5 をさらに2倍すると21になりますね。だからイコール21ということで、一気にね、これシンプルな式になりましたよね。で、これでね、カッコ外していきます。次なんですけど、まあ、ここ 2x、ここ 2x っていうことなので、こことここは同じになってる場合はですね、乗法公式の、カッコ x たす a、カッコ x たす b。これをね、思い出してください。これは、x の2乗たす、カッコ a たす bx、プラス ab でしたよね。なので、ここの 2x と 2x かけて 4x2 乗。次ですが、3とマイナス1を足したものに 2x かけます。ここの部分ですね。こことここ足したものに x かけるように、3とマイナス1を足したものに 2x をかけるので、2×2x で 4x と。で、3とマイナス1かけてマイナス3イコール21という具合になりますね。そしたら21を移項して、4x2 乗足す 4x-24 イコール0で、これを4で割って、ね、x2 乗足す x-6 イコール0で、かけてマイナス6足して1になる2つの数、3とマイナス2という具合になるので、カッコ x 足す3、カッコ x-2 イコール0で、これ解いて、x イコールマイナス3と2と。いう具合に言ってます。ということでですね、ここの小数のところですね、ここの処理なんですけども、これね、一回展開してやるとちょっとね、さらに小数で汚くなっちゃいますから、もうこの最初の時点でこっち10倍して、こっち2倍して、20倍すると、こっちも20倍するということで、あとは普通に二次方程しとけばいいといった問題になってたということになります。わかったかな？以上で解説終わります。では、